漆黒の仮面をかぶった男、アババババババーバキリウダでございます。よっよっ、はい、いくよ。人生は神ゲーだ。伊達の真央です。よろしくお願いします。で、今回私を呼んだのはなぜだ、伊達の真央。よくぞ聞いてくれた。なんとですね、はい、エッチなゲームをやりすぎて、はい、生放送が今できない状況にあるんです。すいません、私のせいでございます。エロゲーが好きな私のせいでございます。申し訳ございません。そう、っていうことで、はい、2人でなんか企画をやろうってことで、今日はありがとうございます、集まっていただきました。お願いします。猫のくせにいろいろと考えることがすごいな、お前。骨の髄までしゃぶりたい。ガテナ魔王ですってか。シャブは置いといて、はい、で今日のね企画は、はい、ちょっとコメントでもあったんだけど、はい、動画作っている側のちょっと思い入れがあるゲームをプレイしてほしいっていうのがあったんですよ。はい、なるほど。なるほどね。なので今日は、はいはいはい、私と、ババ切り札が出会ったゲームでもある、レインボーシックス。はい、何？こちらの企画を今日は考えてきました。なんだと。そうなんですよ。よし、わかった。では早速その企画を教えてくれ。オペレーターを見ないで当てれるかっちゅう。なんだと。ことをね、試していきたいなと思います。どういうことだ、ベイビー。そう、結構さ、このゲーム、はい、音がすごく頼りになるゲームなんですね。そうだね、そうだね。足音とか、あと、なんだろう、足跡だけだな。足跡足跡だけかな。足跡だったり、バリケード壊す音とかね。そうそうそう、はいはいはい、っていうのが重要になってくるんで、今日は、はいはいはい、オペレーターを見ないで、私が何のオペレーターを今使ってるかっていうのをちょっと当てて。なんだと。何故。OK。わかった。はい。その話乗ってやろうじゃないか。うん。俺がどれだけ強いかを見せてやる。貴様に。どんだけレインボーシックスに対しての愛が強いかっていうのね、今日は。OK。わかった。俺のペルソナを見せてやるよ。聖剣大聖。ハローケン。ハローケン。竜巻旋風客。じゃあゲームを始めていきましょう。お願いします。ゲームを始めるときに言うなんかないの、そういうのないの。俺を考えてなかった。いや、ちょっと期待してたのに。そういうの期待してたのに。じゃあ俺が言うわ。もう、うん、うん、お願いします。では行くぞ。レッツショータイム。 Youじゃあ今はね、準備完了のとこまで来たので、今俺の後ろにガテナマオがいると思うんだけど、ちょっと怖えなこれ。いきなりナイフで殺されそうな気がして怖い。ということで、ね、はい、じゃあ今からね、早速そのゲームをねやっていこうと思うぞ、うん、はい、ではお願いしますね。じゃあまずは第一レベル、はい、足音。足音から OK。じゃあちょっと後ろ走るからね。オッケー、オッケー。ほう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 。これ聞く覚えがある音ですか？ああ、あるね、あるね、あるね。ああ、なるほどなるほど。ちょっと張ってる音、張ってる音ね。張ってる音わかんねえわ、そんなの。張ってる音わかんねえ。張ってる音とかわかんねえだろうな。そいつやべえだろ、わかるやつ。うん、これじゃあちょっと屈伸してる音ね。わかんねえわ。わかるわけねえだろうな。オッケーオッケー。これが。オッケーオッケー。まあさすがにここではわかんないと思うんだよね。わかんないね。ここでわかったらもう適当に言ってるなって思っちゃうから。うん、ただね、一つだけわかった。
汗さんだね、汗さん、汗さん。ああっていうことは、早い、うん、はい、次、レベル2行こう。はい、じゃ次、女性です。はいよ。なんか難しいと思うんですけど、ちょっと打つね。はい。これメイン武器です。OK。あ、わかった、もう。わかった、わかった。本当に？あ、わかった。本当にやってる？え？あ、リロードの音も聞かせてあげる。ああ。じゃあ次サブ武器いきます。はいはいはい。え？ハンドガン？いや、ハンドガンはハンドガンか。そうか。もう一回メイン武器やってくんない？メイン武器。あ、わかった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 。本当に？わかった。本当に？じゃあ、わかった。じゃあ、ちょっとお答えください。はい、いくよ。うん。グロさんがよく似合うスキンヘッド、パルス。え？本当にやってんの？じゃあ、裏向いていい？後ろ向いていい？いいよ。いくよ。うん。すげーよ、すげーよ。いや、俺よく使うしね、それは当たるでしょ。いやー、すげーよー。パルスはちょっと簡単だったな。そうだね。次私が攻めか。攻めだね。攻め側だね。さあ、どうしよっかな。攻めか。はい、来たよ。はい、張ってないで、張ってないでよ。はいはい。あー、展開シールドいってる。はい、いいよ。はい、いいよ。じゃあおい、まず走りからいきます。走りから、OK。 攻め側のオペレーターですね。はい、いいよ。はい。ん？2か3、2か1のどっちかだよ。2か1だよな、これ。上のに乗ると怖い。オッケーオッケー。分かんない。やっぱさすがに分かんないな、ちょっとじゃ。まあここではまだ結構絞られないね、ちょっと、ね。うん、そうだね、そうだね。じゃあ次10のとこ行きますよ。はいはい。え、分かんない。え、じゃあリロードの音いくね。はい。もう一回、もう一回ちょっと。ライトマシンガン。おお。ライトマシンガンですよ。いくよ、じゃあリロードの。いや、あ、じゃあちょサブ武器、サブ武器、サブ武器。あ、いいよいいよ。これでわかると思う。わかった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 。嘘だ。行くよ。じゃあ、ちょっと、いや、レベル3じゃあ最後に聞いておくか。いや、これレベル3しちゃったら分かっちゃうから、とりあえず聞きたいな、今の答えは。オッケー。行きますよ、じゃあ。うん。私が選んだ答えは、はい。フューズだ。うん？行くよ。じゃあ振り向きますよ。いいよ。せーの。ほほほー。やったね。すごいね。よし、じゃあ、まあ、じゃあ行きます。 OK、 お願いしますよ。まずは足音から。足音から、はい。2かな、足2かな。もうとか言ってんじゃねえよ、もう。答え言ってるようなもんじゃねえじゃねえか、それ。え、それサプレッサーつけてる？つけてるよ。もう一回、もう一回、もう一回。え、わかんない。ほー、え、もう一回、もう一回、もう一回。うわぁ、エコーじゃねえのっていうぐらいエコーだわ。そうだね、静かだね。あー、でもわかったわ。じゃあ、嘘だ。サブ武器は、サブ武器。
ますよ。うん、はい、わかりました、わかりました。嘘だ。あと、あの、あれでわかる、アビリティでわかる。え、ダメだよ、わかったな。嘘。いや、無理でしょ、だってアビリティがわかんないと。こいつの場合アビリティがわかんないとね、わからないと思う。わかったわかった、じゃあわかった、いい、答えるわ。いい、オッケーオッケー、答えてみ、自分を信じて。毒。おー、よし、じゃあ行きますよ、振り向きますよ、うん、じゃあせーの、な、お、ミュートでした。うわー、わかんねー。さあ、はい、じゃあいくよ。 OK、 まあ完全に足にだよね、これは足にだよ、絶対足に、足にはい、次、向き、次いきます。はい、もう一回、もう一回、もう一回。なんか聞いたことあるんだよな。なんか聞いたことあるね。え？なんやこれ。サブ武器いきますよ。はいはいはい。うわ、サブ武器じゃわかんねえ。この辺はわかんないね。もう、はあ？もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。よし。わかった、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 わかった。わかった。うん、うん。お答えをどうぞ。いくぞ。これはね、ガテナ魔王がよく使うカプカン。残念。おや。うわ、ダメだ。俺スモークといえばショットガンとサブマシのイメージが強いわ。あー、やっぱり。これはやられた。してやられた。これはわかんねえわ。何してやられたね、これは。これは、あいた。スモークにしてやられた。おくくさくさくさ、死ぬ死ぬ、助けて。バイバイ。ということでね、おい、今回はここまでなんですけど、どうでしたかね。やってるこっち側は結構面白かった。楽しかったね。見てる側はちょっと分かんないけど、結構面白かったね。もう一回やりたい。あ、もう一回挑戦したい。うん、今度はね、あの、初期オペじゃないやつらでやりたいね。うん、そうだね。結構初期オペじゃないオペレーターの方がちょっと癖がある銃とか、ね、そうかもね。そうだね。そうだね。うん。その辺も込みで。今度はやりたいね。次回やりたいね。うん、いや、これ面白いわ、マジで。あの、レインボーシックス持ってる人はね、フレンドとぜひやってほしいね、これ。マジでこれ白熱するわ、これ。うん、めっちゃ面白いから。もう選んでる時も楽しいもんね。え、これ多分わかんないだろうな。ということで、はい、今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴してくれた皆さん、ありがとうございました。それでは、ございました。恒例のあれいきますか、じゃあ。
いきます。では、せーの、サラダパン。